手県北上市。詩人、作家、童謡作詞家として多くの作品を残した佐藤八郎。その著書やレコード、遺品を展示する記念館があります。佐藤八郎記念館です。記念館はもともと東京にありましたが、1996年に北上に移転。八郎の長男で館長の佐藤史郎さんが厳選した資料を当時の写真とともに展示しています。何にでも興味示した男ですから、実を言うと記念館のすべてをお見せするには記念館小さすぎたなぁと、きっと懐かしさでいっぱいになってお帰りになることだと思います。八郎は23歳の時に処女詩集を出版。その後、童謡や流行歌、学校の校歌など多岐にわたり作品を生み出しました。代表作は小さい秋見つけたやリンゴの歌など、創作品数は2万編とも言われ、その多くが今も歌い継がれています。また記念館の中央には八郎が自ら設計し防音設備の整った仕事部屋が再現されています。たくさんの親父の友達、いろんな方がこの狭い八郎が作った部屋に入って画集を見たり、音符を見て歌ったり、あるいは写真集を見たりする親父の天国でした。部屋には万年床が敷かれ、本棚の位置やレコードの並び順も当時のまま、八郎の生前の様子が浮かび上がります。70年の生涯の中で多くの作品を残し、大衆に愛された佐藤八郎。そのエッセンスが凝縮した佐藤八郎記念館です。